磯崎明は、日本の鉄道官僚、第六大日本国有鉄道総裁、長井岩之城の孫、作家、三島幸男の父、平岡和沢いとこにあたる。磯崎と親交があった作家の阿川博之より、命名されたニックネームは、ダッコちゃん。東京府東京市本郷区丸山町で海軍の造船技官であった聖吉と金の次男として生まれる。 東京府立第4中学校第1高等学校を経て東京帝国大学法学部卒業後1935年鉄道省に入省仙台駅助役などを経て1939年1月に大臣官房人事課に配属されこの時監督局鉄道課長であった佐藤英作と親しくなる元永久子と結婚して すぐの1941年1月に、広島鉄道局運輸部貨物課長となった後に、公安員事務官に転ずる。この時、大平正義と若手事務官で、旧見解を作ったことが後に政界とのパイプとして、役立つこととなる。敗戦後は、鉄道会へ復帰。下山定速総裁課では、職員課長として、人員整理を手掛け、加賀山幸男総裁課では、 文書課長として、国鉄スワローズ設立の推進役となる。その後、広島鉄道管理局長、営業局長、常務理事等を歴任するが、東郷新次総裁と反りが合わず1962年に退任。ゴルフに明け暮れながら募気学校に通って、時期を待ったという。翌1963年、石田玲女総裁就任に伴い副総裁として、国鉄復帰。 6年間の補佐役を務めた後、石田の推挙もあって1969年5月27日、第6代国鉄総裁に就任した。1970年春から日本生産性本部の協力のもと、国鉄職員の意識改革などを目的として、生産性向上運動を始める。しかし、これにより組合員の減少した国鉄労働組合、 国鉄動力者労働組合がマルセイ粉砕を決議したため労使の対立が激化した。そして、1971年10月8日に公共企業体等労働委員会が管理職から一般職員に対し一部に不当労働行為があったと認定して救済命令を出し、これを受けて10月11日衆議院社会労働委員会で遺憾の意を表明する事態となった。 これにより、老使の力関係は一気に、労働組合側へと傾くことになった。1973年に、アゲオ事件や、首都圏国電暴動が発生。責任を問う声も上がったものの総裁に再任されるが、9月19日体力の限界を理由に辞表提出。9月21日に辞任した。公認には、元国鉄技師長、藤井松太郎が就任した。 その後、早稲田大学教授を経て、1976年9月に新都市開発センター社長に就任。当時、工事が中断していたため資金集めに奔走し、入居するテナントを集めにも奔走した。1986年会長、1988年相談役に退く。1997年6月19日に廃炎のため、 慶応義塾大学病院で84歳で死去した。ありがとうございます。